こんにちは。こんにちは。小原田康久です。小原田博美です。イルカの時間です。まあ、小笠原からね、帰ってきたのが、まあ、1日遅れでね。そう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 、15日に違う、15に帰ってくるはずだったのが16に帰ってきたんだよ。そうだな、4時頃か。そう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 、1時間、普通3時半向こう出るんだけれども、これが小川丸の入港が遅れたので、もっと遅くなるかと思ったら意外や意外4時半、1時間遅れで出港した。そうだったね。で、まあそこそこの揺れがあってね。そうね。で、ほら小川丸が出るときに、まあ、お見送り。ね、島民の方々の見送りがあるんだけども、なんかまた泣けたね、今年も。まあ、いつものことだ。いつものこと、ね、たくさんの人が見送りに来てくれて、海峡があんまり良くなかったんだけれども、ね、船が、並走してくれた船があって。そうだよね。まあ、それでね、満月か、あれは。すごかったね。そう、船の上で満月で、星も見えたよ。なあ、もうさ、やっぱり、台風の影響で諦めたけどな。だけどまあ行く時も星は綺麗だったしな。そうね、まあ滞在中はずっとね、曇り空、まあ風は強くて時々ザッと雨が降ってな、でもね、私の印象では、まあ、その海は別よ、海は別で陸地の天気でいうと一昨年なんか天気悪かったようなイメージあるんだけどね。なんかずっとスコールみたいな。ああそうだね、中山峠登っててもザーッと雨が降ったりとかさ、そうだな。まあ、ただ海の状態だな、そう、海峡が良くなかった。うねりなんだよね、台風10号がずっと停滞していて、でゆっくりのスピードで動いていって、まあ、九州とか本土の方も、被害が大変だったみたいなんだけども、やっぱりその強いうねりがずっと最初から最後まで。そうだったよね、だからドルフィンスイム結局出れず。そう、ということでな。でいつもお願いしてるしたくさんが最後の日のさ、午前中、まあ、できればキャベツビーチまで船をって言って事前、ね、前日かなり準備してくださったんだけども、やっぱり船中京では無理だということで。そうだな、まあちっちゃい子供いるしな。そうね、で初心者ずいぶんいるしさ、まあ無理しない方がいいなっていうのは俺思ったね。ダイビング船は何隻か出たみたい。ああそう、だからダイビングっていうのはほら本当に下に行ってしまうわけだから、ちょっと海が荒れるのさえ我慢すれば何とでもなるけれども、やっぱシュノーケリングっていうのはね。そうだな、俺も一回すごい荒れてる時に海に入ったことあるけどね、もう海の中で酔うぐらいな。あ、そんな時あった。上位だったよ。小笠原ミクロ、小笠原最初に来た時。ああそう、すごかったのよ。もう波が荒いからさ、ライフジャケット着てさ、入るとさ、浮いてるじゃん。俺さ、そのもうとにかく波に翻弄されてさ、上下運動、船に乗ってても揺れるし、入っても揺れるし、まあこれはね大変。もちろんイルカとも言って、橋長には会えたけど。橋長イルカはね、台風でもいる可能性はあるよね。こう、なんだろう、波、高い波でこう遊んでるっていうか、ジャンプしてるイルカ。で、私も正直、そっちの橋長だけでもこう、みんな会えたらいいなと思ったわけ。南半島と泳ぐことは無理でもね、船の上から、橋長のジャンプを見たりさ、そんなのもちょっと実は願ってたんだけれども、今回はそれも叶わずで。そうだよな。まあ、これも何か大きなメッセージだよね。でも今回ほんとさ、イルカがいなくてもこんだけ楽しめるんだっていうのは、いや、これ私にとって大きな収穫だったね。そう、まず一つは、シャンティバンガローっていうさ、まあ町からバスに乗るとあれどれくらい、15分15分ぐらいか、な、ずっと山あいのところでさ、ね、まあ静かな素敵なコテージでな、そこで10日間、11日間か、過ごしたわけだけどさ、まあ正直退屈するかと思ったけどな。まあね、だって出るにしても、まあ、レンタカーは1台用意したけども、本当に軽のレンタカー1台だし、シャンティの車を出してもらったとしても全員で同じところに行くことはできないわけだよ。だからバスで、そのバスだって1時間に1本あるかないか。そう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 、そのバスにうまく乗って街に出て、バスのある時間に帰ってというさ。そうだよな。うん、まあ結構不便ではあるけれど、だけどもそれなりにみんながね、楽しんだ。そう、まあ海行く人もいたし、そうだね、釣りもしたしな、それから山歩きもしたな。したした。だから今回は海のアクティビティはできなかったんだけれども、川カヌー、シャンティさんが主催する川カヌーがあって、あとハートロック、
あのハイキングだったけど3時間ハートロックまで歩く山歩きのツアーと、うん、あとサップ立って乗るやつね、うん、サップをやった人が3つ、うん、だからアクティビティとしてはその3つに挑戦して、そう、それからあとね、うん、やっぱり自炊がいいね、自炊が良かった、うんうん、でそれもさ、タケノコをな、そう、あれはおったっつったな、うん、おつかめ屋さんがこうちょうど今島田タケノコの、うん、あのちょうど旬だっつって、そうだな、タケノコを掘りって言ったタケノコ取りに、うん、あの連れてってくれるっつってさ、うん、あの3人行ったのかな、4人だよ、だからミキさんと私とカコちゃんとキホと4人で行ったんだ、うん、ああそれをやって、うん、であと釣った魚な、うん、これはまたタカさんがな、うん、ああ料理してくれた、あとマサキとかさ、タマもそう、キエもトモコもみんなやってくれたし、そうだな、シーちゃんもやったっつって、初挑戦したっつって、ああスーちゃんもやったな、うん、やってたやってた、ああ、うん、でだから自給自足とはいかないけれど、うん、な、うん、うん、自分たちでこう収穫したものを食べるという体験もあったしな、ね、あとユースケコーヒーのところにお野菜が、うん、去年はバナナとか売ってたんだけども、今年はキュウリとピーマン、本当に近くの無農薬で作っているキュウリとピーマンが入っていて、うん、それを買っていって、うん、あのバーベキューの時にピーマンとか言って、うん、本当甘かったよ、うん、そうだな、うん、うん、そう、美味しかったよ、美味しかった、うん、でまたなミキさんがもう豆にさいろんなの作ってくれてな、うん、いや彼女はすごいね、あのまんまこうなんか職人になれるね、なあ、うん、いやだからそういうふうなさ、ことの、まあ、連続でさ、うん、普段はできない生活じゃん、うんうん、21人がさ、うん、ね、2歳から60何歳まで集まってさ、うん、あそこで共同、いわゆる共同生活だからな、うんうん、でそんな中でね、まあ、小さなストレスはもちろんあったろうけどさ、それそうともやっぱり、うん、ね、例えば私は一人っ子ですっていう人も何人もいたし、うん、ね、いつも普段一人暮らしで静かな生活をしてるって人も何人もいたし、うん、そうだな、その人がもうね、ある日突然引きずり出されたようなもんだよね21人の村に引きずり出されたようなもんでさ、そうだよな、うん、ただまあ強制的なものはさ、うん、まあほとんどないしね、だから逆にその強制的なものがないのがストレスの人もいるじゃん、あ、それもあるな、例えば起床何時とか朝ごはんは何時昼は何時とかさ、こうスケジュールが決まっている方が動きやすいっていう人もいたと思う、そうだよな、そうだよな、正直まあテレビでさ、うん、村があってさ、その村でまあ共同生活するんだけど、うん、要するに食事をする場所は決まっててな、うんうんうん、当番があってさ、うん、そこへみんな集まってて食事だけすると、うんうんうん、いうふうなこうテレビやったことあるけどな、ああそう、うん、だからうちらは別に特に当番もないわけよ、そうだよ、みんな率先してもちろんやってくれたけれども、もしかしたら例えば、なんか私ばっかりと思ってる人がいたかもしれないし、うん、まあ、うん、あれでも本当に誰かが特別なリーダーシップを取って何かを指示していって、うん、っていうことではなくてさ、うん、まあ、自然発生的にな、やってくれた、私これやるこれやるっつってやってくれたし、うんうん、でまたこの島民との交流な、うんうん、まあ、まずはおつかめ屋さんな、釣り具屋のおつかめ屋さん車まで貸してくれてさ、そう、釣り道具をさ最初借りに行って餌をさ、あの勝手だったんだけど、うん、なんか鱗取り貸してくれたりとか、うん、車まで貸してくれたりとか、そうだよな、タケノコ掘りにタケノコ取りに連れてってくれたりとかさ、そうだな、いやもう無償の愛だね、本当だね、すごいね、うん、でまたね、タコの端材区のね、うん、飛鳥工房さん、うん、にもわざわざ来ていただいてな、そう、台風で閉じ込められてますみたいにしたら出張し、2人出張してきてくださって、そうそうそう、私たちに作ってくれたんで、教えてくれたのね、そうだよな、うん、りょうさんもな、うん、いつもカヤックをなお世話になってるりょうさんが来てくれてね、うん、彼が映画ね、そう、カヤックのアウトリガーカヤックか、うんうん、あれの映画を作ったのがあるからって、その上映会、もうスクリーンから何から全部持ってきてくれて、そう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 、映画見せてくれて、今小笠原の現状だね、海だったりとか、う、うんうん、ね、SDGs の話してくれたりね、うん、であとはアイナさんっていう近くのお店のね、うん、あれはアクセサリー屋さんか、そう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 、そこで、まあ、なんだろう、手拭いか、うん、手拭いにこう絵付けをするのと、うん、フローラルストーンっていう言い方だったかな、うん、いろんな、石膏か、
なんかね、いろんなオイルを、アロマオイルとかを染み込ませてこう置いておくと芳香剤として、そういう石なんだよね。それの絵付けで色塗りか、それと2種類の体験を持ってきてくださって、でもそれもね、シャンティのオーナーがさ、大木浦にアイナっていうお店があって、アスカ工房さんに来てもらえたんだったらアイナにも来てもらったらみたいな、そうだな、そんな風にアドバイスしてくれて、だから本当にね、そういうこう人との関わりとかいうかな、まあイルカとの関わりがなかった分だけ今度は人と関わりがな、できたっていうね、これはこれでまたね素晴らしい体験だったし、なんか心に残るよね。そうね、でまあ我々もまあ最後だということでね、アナウンスしたけど、まあ今回こういう状態だったからな、まあこれを最後にはできなくなってしまいましたね、まあ、そういう感じがあるね。リベンジですね、来年は、ね、なので来年は行けますなんつってみんなそう言って言ってくれたからねまあ、その流れで、ちょっと様子見ながら、そうです ね、決めましょう。行きます、はい、行きます。あ、そう、はい、あなたが言うならそれでいいや。はい、行きます。はい、どうも、ありがとうございました。ありがとうございました。